ジュリー・クワンは、フランス・アミュアン出身の女子プロテニス選手。2009年のジャパンオープン女子シングルス優勝者になった選手である。WTA ツアー大会では、シングルス・ダブルスともに優勝はない。自己最高ランキングは、シングルス60位、ダブルス49位。身長172センチメートル、体重65キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 クワンは少女時代にアメリモレスモと同じクラブでテニスを習っていたがアメリカサウスカロライナ州にあるクレムゾン大学に入学し大学で数学の学位を取得した2002年から2005年まで大学の学生テニス選手として活動したことから彼女のプロテニスツアーでの経歴開始はかなり遅いクワンが世界的な知名度を獲得したのは2008年 全米オープンの女子シングルス3回戦進出だった。それまでツアー成績が良くなかったことから、彼女は2008年度を最後にプロテニス界から撤退しようかと考えたという。この全米オープンで彼女は予選3試合を勝ち上がり、初めて4大大会のシングルス本戦出場権を得た。二回戦で当年度の全仏オープン優勝者、第一シードのアナイバノビッチを6から3。 4から6、6から3で破る、大番狂わせを起こし、クワンは25歳にして、一躍有名になった。続く3回戦では、かつて同じクラブの練習仲間であったモレスモーに4から 6?4 から6のストレートで敗退した。2010年全豪オープンにて2009年度の彼女は、ウィンブルドンを除く3大会で2回戦に進出した。十月第二週の楽天ジャパンオープンで、クワンは、 1> 第1シードとして出場し、決勝でオリガサブチュクを7から6、4から6、7から6で破って初優勝を決めた。ジャパンオープンの女子部門は2009年より WTA ツアーから降格され、ITF 株レベルのサーキット大会になった。したがって、これはクワンの ITF サーキット大会シングルス7勝目になるものの WTA ツアー初優勝ではない。 クワンは2010年に初めて女子国別対抗戦フェドカップの代表に選ばれた。アメリカとの1回戦でメラニー・ウダンに6から7、4から6で敗れフランスチームも1勝4敗で敗れたがドイツとの入れ替え戦では2勝2敗で迎えた最終戦のダブルスにアリーゼ・コルネとのペアで出場し、アンドレア・ペトコビッチクリスティナ・バロイス組に6から3、6から1で勝利して、 残留を決めた。2011年のロシアとの1回戦は2勝2敗で、迎えたダブルスに、コルネと組んで、再び出場したが、スベトラー・ナクズネツワーアナスタシア・パブルチェンコは組に6から7、0から6で敗れ、フランスは2勝3敗で敗退した。2011年頃からはランキングが下がり、女子ツアーカブ大会でプレーしていたが、2015年11月の、 地元リモージュ大会を最後に現役を引退した。略語の説明 WE、ありがとうございます。